ホワイトアッシュは魔法の杖、本当の願いを叶えるきっかけを囁いてくれる。突然アメリカ東海岸を襲った大きな闇、その中であの惨劇が始まろうとしていた。これは魔女裁判の歴史に挑む勇者たちの物語。市民救出の任務に挑むのはカルデアの選ばれし7人。彼らが降り立った闇の中には17世紀のセイレム村が広がっていた。呪いに苦しむ村娘たち。魔女の疑惑は3人の少女に向けられる。史実では告発者のはずの純粋なアビゲイル。アビゲイルの下で働く使用人ティテュバ。アルビノの少女ラビニア。事件の黒幕は一体誰？何か起きてる。嘘か誠か。私じゃない。3人だけの秘密だったのに。市民か魔女か。嘘つき。疑いの黒い渦がやがて人々の目を覆う。私たちこれからもずっとずっと一緒よ。フェイト、グランドオーダー、エピックオブレムナント、異端なるセイレム、コミカライズ第1巻、2019年8月27日発売。裁きが始まる。